あ55分。では、ランキングをしていきたいと思います。12位は、ひーちゃん、アットマーク、つむじさんです。ありがとうございます。11位は、オタクんちさんです。ありがとうございます。わー違えたもうダメだ、私。ほんとにすいません。もうダメです。ごめんなさい。違います。ほんとにすいませんでした。 もうダメだ私もうこれで覚えちゃったから。ごめん今日は間違えないぞって思って間違えた。今日はもう絶対に合ってるって思い、確信をい、確信しながら言ったのに間違えちゃった。ごめんなさい。オクタゴンさん。オクタさんオクタオクさんごめんなさい。オタク、オクタ、オタクじゃなくてオクタ。オクタゴンさん。すいません。本当にごめんなさい。どうしてもさ、あの、 めっちゃ言い訳でごめんね。あの、このおだからさ、なんか、このおって書くじゃないですか、オタクっていう言葉って。このおだ、このおだ、ごめん、おったさーん、グたさん、本当にごめんなさい。失礼しました。本当にごめんなさい。い、いよ、もう二度ともうこのような方、もう、すいません、すいません。本当に失礼し,し本当に名前めちゃ覚えてますからね、ごめんなさい。では、次は言い訳でいす。そして大きい声を出して、本当にすいません。ね、ほん とかんでないもうやだ呼んでないですいや呼んでるならいいんですけど呼んでるなら別にそう言われても何とも思わないんですけど呼んでないから嫌なんです勘違いされたらまあ勘違いされても仕方ないですよねでも呼んでないんですよ呼んでたらいいんです私は別に普段から呼んでるんで間違えましたって言うんですけど呼んでないから腹が立つんですごめんなさい本当にごめんなさい呼んでないこれは本当に呼んでないんですよむしろむしろね むしろっていう言い方あってるかわかんないけど、もうむしろ呼んでないです。だから逆に嫌なんですよ。すいません。本当にごめんね。失礼いたしました。本当にこのご金輪際気をつけます。では、次を行きたいと思います。10位はふみおさんです。ありがとうございます。次はギフトをくださった方の名前を呼んでいきたいと思います。 リンマルさん、ピーちゃんさん、ふみおさん、クリームワンピさん、オクタゴンさん、ジョナさん、アットマークコロコロさんキヒト、ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。